はい、こんにちは、チャンネル YouTuber うーたんです。今日は、後ろにかかってる、ジャケットがあるんですけども、これ100日後に完成するジャケットと、いう名前で作ってる、ジャケットなんですけども、これね、いろんな、過去に作った、プリント、デザイン、ね、アートを縫い付けて、また新たにこう一つの作品を作るみたいな感じで、ダラダラと塗っていってるんですね。もう本当に埋め尽くしたいなと思ってまして、まだ完成ではないんですけども、ちょっと、見ていくと、こういう刺繍で、グラフィティの、これはスタイルって書いたあの作品なんですけども、スタイル、でこの下はスリーアングルスですね。こんな感じで、これをオリジナルの、タグデザイン、タギングって言ってサインですね、サインのデザインですね。カタカナでスリーアングルスね、カタカナ渋いですよね。これはスリーアングルスのマークを、ちょっと、ロックバンドとかであるような感じの、ちょっとロゴにしてみましたっていうね。これはね、これも、オールドイングリッシュっていうね、あの書体なんですけども、よくあのB ボーイとかね、あのヒップホップカルチャーで使われる書体ですね。それをこれもね自作しました。オールドイングリッシュを自作しました。はい。でこれ下は、グラフィティのスタイルで、スリーアングルスと書いてますね。これはインスピレーションインひらめきは幾何学模様ですね。アラベスクとかそういう、ちょっと、幾何学模様からのインスピレーションで、作ってます。これもね虎のデザインですね。これもねちょっと、幾何学模様の、帯みたいなね作ってますね。あとはこれも幾何学模様でスリーアングルスで、こういうのもね、結構ロックバンドティーとかのねロゴとかではありますよね、見たことありますよね。これも、スリーアングルスでオリジナルで作ってますね。はい。でこう背中に行くともうダダッと、過去の作品があるんですけども、これトラがねこう巻物を、トラが、巻物を加えてるんですけどね、トラーの巻って言ってね、そういう作品ですね。これ過去の作品なんでまだねロゴマークがちょっと違うんですよね、スリーアングルスの。はい。あとはこう聖杯を、ね、こうプリントしたものであったりとか、何がある？とこう、スリーアングルスね、これグラフィティっぽいんですけど、これ実はカタカナでスリーアングルスって書いてたりします。カタカナじゃない、ひらがなだ。ひらがなでスリーアングルスって書いてますね。寄せ文字っていうらしいんですけど、こういうのって、江戸っぽい感じで、なんだ、劇団じゃない、舞台とかで、そういうお客さんがしっかり来るようにってことで、作った文字らしいですね。寄せ文字っていうらしいですよ。はい。その、寄せ文字の、これなんかちょっと面白いんですけど、これきっと大丈夫って書いてますね。言葉はねやっぱりねパワーを持ってるんで、きっと大丈夫だよって言ったらなんか大丈夫な気持ちになるじゃないですか。そういうねいろんなねプリントであったり刺繍をさらに新しい、作品に、していくっていうようなジャケットです。100日後に完成する予定なので、もうね多分1ヶ月ぐらい経ってるんで、あと2ヶ月後、秋頃には完成するかなっていう感じでお披露目しますということで、はい、そんな感じでした。今日何の話なんだっていう、回なんですけども、100日ジャケットでした。